フーイヌムコクト高知。こんばんは、ドナルドーです。今日は、ジョナサン、スウィフト著、ガリブアー旅行記の紹介の9回目。フーイヌムコクト高知の紹介になります。前回の日本への渡航から、無事、母国イギリスへ帰還して5ヶ月後の1710年9月7日、ガリブアーは、アドブエンチャ号、括弧、350トンの船長として、またも、洋上にいました。そしてまた、いつもの波乱の航海にたがわず、今回も、乗組員たちに反乱を起こされ、とある、道の国の海岸に、置き去りにされるという不幸に、遭遇しました。ガリブアーの置き去りにされた国は、フーイヌム国。万物の霊長として、人間が君臨する代わりに、馬たちが穏やかに暮らす、理想郷でした。この国で、人間は、ヤフーと呼ばれ、ここを統治する馬たちにも、また、同族であるはずの、ガリブアーにすらも蔑まれる、下等生物となり果てていました。今回は、その、人間の慣れの果て、ヤフーの生態について、スウィフトの記述を拾っていきたいと思います。早速、見ていくことにしましょう。そのうちに、とうとう、数匹の動物が、畑にいるのを見つけた。いや、気がついてみると、同じ種類の動物が、一匹か二匹、木の上にもいた。その姿が、あまりに奇妙で、醜悪だったので、さすがの私も、びっくり仰天してしまったが、なおよく観察してやろうと、灌木の茂みの後ろに、身を伏せた。数匹が、私が身を隠している場所の、近くまでやってきたので、これ幸いと、その姿、格好を、はっきりと見ることができた。頭と胸は、縮れた毛や、細く長い毛など、様々だったが、とにかく、濃い毛で、びっしり覆われていた。髭は、ヤギの髭そっくりで、その上、長い毛が、背中にも、前面のすねから足に至る部分にも、ふさふさと、波打っていた。しかし、体の他の部分には、毛が、一本も生えてはおらず、したがって、茶色がかった単黄色の皮膚が、丸見えであった。お尻には、尻尾もなければ、毛も、全然生えていないくせに、ただ、肛門の周りには、生えていた。おそらく、地面に座るときに、怪我をしないように、自然にそこに、生えていたものであろう。そういう姿勢を、彼らは好んでしていたからだが、その他、ごろっと横になったり、時には、後ろ足で、直立することもあった。まるでリスのように、身軽に、高い木に登ることもできた。それというのも、前足にも、後ろ足にも、先が鋭く尖って、ガギ状になっている、長くて、強力な、爪が生えていたからであった。どうかすると、驚くほど敏捷に、飛んだり跳ねたりした。メスは、オスよりも幾分小柄で、頭の毛は長く、そう縮れてはいなかった。
ただ、肛門と陰部の周辺を除いて、全身一面に、産毛のようなものが生えていた。ちぶさだが、これがまたなんと、両方の前足の間に、だらりと下がっていて、歩いている時など、ほとんど、地面にくっつくこともあった。オスでもメスでも、その毛色は、茶色、赤、黒、黄、などなど、種々雑多であった。私のすべての旅行を通じて、これほど醜悪な動物を見たことも、またこれほど、ただもうわけもなく、ムカムカするような嫌悪感を、私が抱いた動物も、なかったように思う。カギ爪を進化させ、樹上でも、陸上でも生活できる生物、ヤフー。なんとなく、猿のような生物を想像させますが、羊のように、ヒゲは、伸ばし放題に伸びているものの、猿のように、全身が体毛で覆われているわけでは、なさそうです。そう、この、ヤフー、という生物は、どうやら、猿から進化した人間とは楽に、人から、猿のような獣に退化した、元、人間の慣れの果てなのです。ガリブアーが彼らを見て、無意識に嫌悪感を持つのも、ただ、彼らの異様さ、野蛮さからではなく、自分自身や、人間への嫌悪感、同族嫌悪の、拡大されたものと見るのが、正しいのかもしれません。この醜悪な怪物は、私の姿に気づくと、顔中の筋肉を、引きつらせたかと思うと、こんなものは初めて見たと、言わんばかりの体で、私をじろじろ見た。と、急に近づいてきて、その、一方の前足を振り上げた。ただし、実際に、私をやっつけるためであったのか、単なる、物珍しさのためであったのか、私にはわからなかった。私は私で、短剣を抜いて、その、歯のない方で、相手に激しい一撃を加えてやった。略。相手の動物は、私の一撃が、よほど痛かったらしく、ちょっと、ひるんだかと思うと、今度は大声で吠え始めた。すると、少なくとも40匹はいたろうか。すぐに近くの畑から、その仲間が、わっと押し寄せてきて、私を取り囲み、うなるやら、ものすごい顔で、私を睨みつけるやらの、大騒ぎとなった。私は、よし、それならとばかり、ある一本の木をめがけて走り寄り、その幹を背にして、群がる奴らを、短剣を振り回して、追い払おうとした。すると、この、忌々しい奴らのうちの数匹が、背後に垂れ下がっていた枝を、掴むや否や、さっと、樹上に飛び上がった。そして、早速そこから、私の頭めがけて、糞尿を一斉に垂れ始めた。ヤフーは、人と同様の生物である割に、ひどく脆弱です。短剣を持つガリブアー一人を、40人で取り囲みながら、ただ、睨みつけるぐらいのことしかできません。唯一にして、とっておきの攻撃は、糞尿攻撃です。中に入ってみて、驚いたことは、私が、この地に上陸早々に出会った、あの醜悪な動物が3匹、そこで、草木類の根や、動物の肉を、食べていたことであった。
後で分かったことだが、その肉は、ロバと、犬の肉であった。どうかすると、事故や病気で死んだ、メス牛の肉を食べることもあった。彼らは、みんな、小枝を編んで作った、強靭な紐で、首のところを縛られ、一本の針に繋がれていた。食べ方ときたら、食物を、両方の前足の爪で、しっかりと掴み、歯で食いちぎって食べるという、ありさまであった。略。はっと気づいて、この、醜悪無比な動物が、実に、人間の姿そのものに他ならないことを、知った時の、私の驚きと恐れとは、到底、筆舌に尽くしがたいものであった。略。要するに、前にも言ったように、毛むくじゃらで、皮膚の色合いが違う点を除けば、我々の体は、どの点を取ってみても、全く同じだった。フーイヌム国で生活する馬たちの家畜小屋で、ヤフーは飼われています。ここで、ヤフーについての、3回目の描写がなされていますが、ガリブアーは、ここに至って初めて、ヤフーが、私たち人間と、全く変わりない生物であることを、ようやくに、認識するのです。さて、いかがだったでしょうか。人間の慣れの果て、ヤフーについての記述は、そう多くありませんが、万物の霊長になりきれず、獣の一種に落ちた、哀れな人間の姿を記したのは、おそらく、スウィフトが孔子であり、その後の、人間のイマジネーションにもたらした影響は、計り知れないものがあります。ヤフーという名称は、某、IT 関連企業の名前にも、採用されていますし、日本では、これをきっかけとして、正体不明の小説家、沼正造氏により、家畜人ヤプーという記書も生まれているようです。この小説もまた、特に問題がなければ、いずれは紹介したいものだと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。